こんばんこそば。ありがとう。こんばんわんこそばよ。かわいい。海になってる。すごいな。ゴーグルとかつけちゃって。眠い。クマさんだけプール行った気分か。こんばんは。ありがとうございます。ふっちゃん、ありがとう。こんばんは。今日は髪型に迷いに迷った結果、こんばんは、コメント欄で一番多いものをしました。え、ポニーテールが多かった？そう、多かってん。なんか羊もおったけど、羊もちょっとわからんなと思って、髪型のやり方。ありがとう。そうだな、羊、やったことない。No。こんばんは。こんばんは、こそばー。膝しが肉だ。それ言ったことある？ないかも。これ緊急性時代にあったんですよ。このあのウィルビーエイド公園で、あのあ待ってましたがあったんですけど、アンジュが日差しが肉たらしいの通りだったんですよ。でこれあのなんか劇場のその本当に下年の時にそのこの子声でかいじゃないですか、歌声も大きくて、そしたら出て日差しが肉たらしいみたいな可愛い感じで肉たらしい、じゃあこれでその日ビブラートとかがすごくて喉を壊してたんよ、ですごい、なんか高い声が出なくて、低い声しか出んかったんよ。だからもういいや、低い声で行こうと思ってすごい臨機応変して肉たらしいこれで行かれて、私も本当に初日じゃなかったんで、客席で、客席って端でなんか踊りながら見たんですけど、私もはいってなってなんだと思ってみんな後で爆笑してて、でもその後もあのスタッフさんとかに怒られるじゃないですか、そうなんよ、やっぱ初日の前って、だからもう本当にそんな笑ってる場合じゃなかったんで全然忘れてたんですけど、そういえばアンジュ変な声でやばー、7期でもこれは分かってる話、ね、そうなんです。確かに初出しかもしれない、初出しやな、この規制が聞いちゃいました、ね、そんなところに出してくれました。キンくんたま、ありがとう。裏話、ありがとう。可愛いゴーグルつけた、ありがとうございます。わお、わお、ちいかわお疲れ様です。何持ってるんですか、ちいかわ。こんなものをしおりさんが買っています。やめてください。ちいかわってところで可愛さ、あの現像、現像違う違う、増減、増減、増加してるんで、増加、これなんですか。あー、ちょっとそれは、あ、ケータリングですね。一人暮らし大事ですから。おかえりですか、家にあるじゃないですか。あ、聞いたことある。あ、言ったことある。わしは誰かが言ったんかな。だってありがとう。うん、これ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。この回の。あ、お疲れ様です。え、待って、なこの時今ここ入ってねんけど。え、そこで、あの、何これ、あの自販機の残りを多分誰かが入れてるんだ。え、すごい。やば。もらっちゃおうと。なんでやねん。なんでやねん。あー、まだまだ、ほんまに良かった、ここにいて。クマさん、ありがとう。めっちゃクマ使ってますよ、公園。めっちゃ暑かったですね。暑かった、マジで。なんかいろんな意味で暑かった。間違いない。今日の公園で初めてモモカちゃん見た。ありがとうございます。見に来てください。コンサートまであと何日ですっけ？あと4日とか？ 4 日か。え、今日って月曜日？月曜日。あ、今日月曜日なんや。天童ですからね、コンサート。どうですか、順調ですか、皆さん。いいえ。いいえとか言って不安にさせないで。そうやな。アンジュがいいえとか言って、もうアンジュのいいえはマジでいいえじゃない。あのやっぱね、すごいいろんな曲あるじゃないですか。ちょっと何かとは言えないんですけど、本当に難しい曲があって、アンジュがそのなんかもうなんか踊れなかったから、もうなんか。全部一応やったけど、一通りやったけど、もうちょっとなんか諦めちゃったわみたいな言ってたんですよ。で、そのもう一人の子はなんか私も6時ぐらいまで練習したみたいな言ってて、でうわすごいなと思って、でアンジュどうだったってその子に聞いたら、アンジュ完璧さ、いやだけだよ、いや違うんです、本当に研究生からずっとこれやってない、やってるやつなんで、じゃあちゃうちゃう、ほんまにほんまに、でも多分1回で覚えちゃうタイプの子なのかなって、なんかなんかの時も何それ分かんないでしょ私。好きだ虫、うん、
も変な雰囲気も出ちゃうから、もっと違ったとしてもそれでも、ね、私リハの時見たら首かしげながら踊ってる。そうでしたっけ。そうなの。でもね、本当にやけの全然できてたの。めっちゃ完璧やん。そう、本当にあのできないって言ってできるタイプの子が7期生には本当に大量にいるんですよ。そうなんや。いや、私本当にできないタイプなの。もっちゃんもすごいなんかダンスめっちゃ踊ってた。そんなことないです。本当にあの私できないって言って本当にできないタイプの人なんで。はい、私も。あ、仲間です、ね、できなくてできないタイプ。私もできなくてできないです。だから本当に夜中まで格闘するタイプなんですよ。できる時とできない時の差が激しい。そんなことない。一回もないです、この3年間。いや一度も見たことないです。できないところ。いや。宝塚入ってた？入ってないです。入ってないです。入ってるわけない。本当ですか？ありがとう。あ、モノマネしてたやんな。あ、しましたしました。はい。それでか。私は。できないから、なんかできないから本当に朝までかかるタイプの人なんですよ。そうなの？寝ちゃわん？寝ないよ。寝たら死ぬって分かってるから寝ない。あの寝た時次の日どうなるかを一回考えて恐怖になってから、もうどういろんな方法で私は起きる。もうコンビニ行くとか、目覚ますためになんかちょっとどうにかするとか。私最近いい方法が思いついて、寝ない方法なんですけど。今やっぱ暑いじゃないですか、うん、で私エアコンめっちゃ最近毎日つけてて、うん、そのやっぱそのまあこちらが結構かかってしまうじゃないですか。と、うんうんうん、いうことで私いい方法思いついて、その朝つけるようにしたんですね昨日、うん、でも夜その濡れたタオルを冷凍して、うん、カピカピのあのキンキンに冷えたタオルになるじゃないですか、うんうん、あれを頭とか顔にのっけとくんですよ。で寝るとあのなんか本当に普通に涼しく寝れるんですよ。あ、そういうことか。だからそれ逆に目覚ましでもいいんですよ。冷たすぎて起きるみたいな、うん、ですよ。だからリハ期間これめっちゃいいなと思って。すごいすごいわ。ちょっといいこと聞いた。そう、逆にホットアイマスクって寝れるじゃないですか。で逆の方向の冷却を考えたら、うん、すごいなありやんと思って。すごい、ね、首とかにもそうなんですよ。そう、普通に多分帰ってきて使ってもいいしみたいな。あれちゃん一番いいのは冷蔵庫に入るっていう。待って、それめっちゃいるんですけど私。ええ私その2段あるんですよ。あ、そうちっちゃいですよ。そのよく家庭にあるような大きさじゃなく。あの普通にこう2つ分かれてる、うん、割とちっちゃめのやつで両方開けてこうやってすごい触るの？しっかり入んないよ。開けた状態でこうやって、あーなるほどね。スズムみたいな。そう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 。あ、スズム。それやるとなんか涼しいってなって、やっぱ一番いいなって。その時だけじゃない。そう、あんま全力で入んないですよ、中に。寝とこ邪魔しますはしないんですけど、おすすめです皆さん。いいこと聞いた。もう私3時になったら寝ちゃうもん。いや、ほんと頑張るしかない。体内時計なんかもう、そうなんです。もうね、振りを覚えててもなんか3時になったらもうええわ、寝ようってなって諦めちゃう。やばい、そういうことない。でもできるんやもんな。いや、そういや、そうやねな。そう、もう嫌とか嘘だからやって。いや嘘だから。いやが嘘。いやでも本当に勉強は入らへん。ありがとう。勉強はエネルギーにあんま必要ないから、ね、あ、まあ確かに確かに。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。そう。そう、かりんさんでも勉強は必要ないと思うタイプの人だと思うから。知らないけど。できそうだけど。ゆうちゃんありがとう。そうだから、大丈夫。でも、ダンス覚えられるのすごいですよね、みんな。いやーなー。だからさ、あの、M になった時に、あの、あれ一曲終わらすスピードの速さにびっくりしました。一曲終わらせるスピード？なんか公演の一曲一曲をもう立ち位置で、そう、あ、わかる。わかる？めっちゃ速いよな。そう、マジで。最近メンバーにはめっちゃ速い。本当に何？あれ。まず一回立ち位置に入ったら、はい、曲でやりましょう。そう。変なプロやな。でも、ガンちゃんできるんで。いや、ちゃんです。ちゃんです。じゃあ、待って、ちゃ。本当に。私このリハ期間で私も本当何回迷子になったか。私本当真剣に迷子になってるんですよ。いや私もでも結構聞くよな、いろんな国。合ってるっけ、ミーキーの立ち位置に。あ、でもミーキーさんもそんな間違いないですよね。やっぱ経験豊富なんで、このやっぱ活動とか。だから、そう、本気で私は間違えて、
で、そう先輩に、これ間違えたの覚えてますかって、私の後ろで間違えないでよって言われて、しっかり誰に、レイコさんの後ろでバリバリ間違えてるシーンがあって、あ、いました、あら、噂をするレイコさん、私リハの時にレイコさんの真後ろで間違えたあの曲ね、あの曲ね、そう、ひどかったですよね、ひどかった、そう、私迷子になった話をしてるんですよ今、めっちゃ邪魔やなって思ったあ、通過してたね、見てたらしくて鏡越しで、そう、なのにもう誰も触れないから私も気まずくて、なんかもうこんな感じなんですよ、放送してたね、そう、でこの人たち間違えないじゃないですか、なのに間違えるみたいな手で話すってことどう思います、私本気で間違えてるじゃないですか、うん、こんな自慢できる話じゃないのに、うん、この人たちはそうだね、それなみたいな、めっちゃそれなみたいな、カタルシス、めっちゃカタルシスなんで本当に今どう思います、明日も楽しみにしてます、もうダメです、もう楽しみや、なんか朝ちゃうんだ今、朝ちゃんと違うよ、朝ちゃん3番中野ちゃん、お疲れ様です、もう中野ちゃん、中野ちゃん3番だよもうだ、いないのにもう、もう今卒業したメンバーのこんなネタにしたらダメだ、中野ちゃん本当にこれ私本当に真剣に間違えちゃったんですよ、真剣にやって、面白いエピソード聞きたい、他の、面白いエピソード、今やから笑える話とか、でもリハって何があるかな、でもほぼ私番号覚えてないんです、リハの時、またかっこいい発言してます、もうとりあえずここら辺やなっていうところにいつも立ってます、私、あ、とりあえず立ったら私間違えてるよ大体もっちゃん何番って言って、うん、6.5 って言ったら、あ、私 6.5 だけど、間違えないで、間違えないで、あ、そうちゃん間違えないで、なんか次左行くなと思ったらとりあえず左に行って空いてるところに行ったの、それがすごいない、嘘やろ、それはできない、たまにあるんです私、すごいな、なんなんこの違い、私左行ったら大体右だったよそう、そうだから、ね、本当にあの、うん、なんていうの、そのなんだ、努力しなきゃできないタイプの人、うん、いるやん、たまに才能でできるタイプの人も、なんかダンス経験があって才能でできるタイプもいるけど、本当にやらなできないタイプだから、なんかマジでみんなすごいなって思って、いやでもすごいよ、努力することはすごい、じゃしなくていい方が、いそしなくてできた方が絶対人生楽なんですよ、これ人生を楽に生きるか、あの本当にこうね厳しく生きるか、まあ、これはすごい結構極論なんですけど、やっぱやらない方がそれはもちろんいろいろご飯食べる時間長くなるし、寝る時間も長くできますし、いいと思うんですよ私は、まあ、なんでね頑張っていきましょうって、そうです、ね、頑張りましょう、 MC の締めです今これ、まあ、MC やったんかこれ、めっちゃ笑ってもさ死ぬ私すぐ死ぬもうすぐ死んだ、いやいやいや、本当にアドバイザーの方ですねそうだから、まあでも自分のことも理解しちゃってるんで、うん、そうやらなできないって分かってるから、うん、やるしかないみたいな、うん、すごいなりますよね、うん、普通にできた方がいいですよ、夜中まで練習してなんてね、二人とも同じことしてますよ、ちょっとコメントを遡ってまいりたいわ、あ、逆にミキさんありますか、なんか、いや、聞きたい、面白いこと、はい、なんやろう、でもなんか私はやればやるほど不安になっていくね、あー、でもたまにあります、わかる、なんか練習したら練習するほど間違っていくねんやんか、うん、それはなんでだそれはなんでだだから、うん、どうしたらいいんかな、なんかあのアドバイスください、え、でもやったらできなくなるんですか、そう、え、不安になってくんねん、まず、あー、そういうことか、うん、え、なんか今までできてたことができひんくなったりとか、あー、あります、あります、できてたところできない、あ、確かにあるかも、え、じゃあガチだと思うんだな、いやいやいや、本当にだって私今日今日の話していいのかわかんないですけど、あの振りを改めて次何やったっけって思った瞬間間違えてました、マジマジゼロサム太陽、マジで、気づかんかったの、皆さんアーカイブチェックで映ってるかな、マジで、そう、どの辺な、サビやな、なんかみんなでこうしてる時に、なんかあれ次何やったっけってここで思ったんよ、うん、私も間違えたそこ、あ、ほんまに、うん、私間違えてないよってしてた、待って、え、ほんまに、そう、でも最近あるあるなんよ私にとって、なんか改めて考えたら分からなくなってしまうっていう、マジで、はい、いやでも分かるわ、うん、なんだっけって思った時には間違えてるから、うんうん、え、どうしたらいいんですかね、
ね、それは努力です。まあ、頑張れ、もう頑張れ日本、頑張れ日本、もう体に染み込ませるしかないですよね。でもね、そうしましょう。確かに。で、他誰か喋ってない？そのマナベ、マナベ、マナベあるかな？マナベ話してる間にちょっと読みますね。あるかな？私寝たら忘れちゃうんです。それが悩みですね。ほんまに忘れてる？11位、マジ？10位、ありがとう。え、なんか10位、はや、しのすけ、のすけ、ありがとう。でも最近びっくりしたのが、お母さんとね、あの MBTI 検査って知ってます？あれの話をひたすらしてたら2時ぐらいになっちゃってて、あの覚える時間それでなくなりました。やばー、忘れること？いや本当に。なんかしてましたね。ありがとう。終わりました。が15分になったので、ランキング読みたいと思います。13位の方、高政さんありがとうございます。12位の方、楓さんありがとうございます。11位の方、町金福来たるさんありがとうございます。10位の方、スーパーサブ48さんありがとうございます。皆さん、9位の方、野原しんのすけのすけさんありがとうございます。8位の方、ファントムさんありがとうございます。7位の方、ベベちゃんありがとうございます。6位の方、キュウキュウさんありがとうございます。5位の方、村人 T さんありがとうございます。4位の方、かまかりさん、あー危ない、ありがとうございます。3位の方、やすべさんありがとうございます。やすべさん。2位の方、よしらっしゅさん、あ、こうやつってありがとうございます。1位の方、ただのおじいちゃん、ただのおじいちゃんありがとう、ありがとうございます。本当にはい、あのリハ終わって、え、明日どうするってなって、今日帰れるかなって話をしてて、そう、アンジュ帰る、家に行ったら家に帰るの目標で行こうって言ってたぐらい、明日がちょっと本当にやばいんです。本当にやばい。でもアンジュのやばい、やばくないから私は信じちゃいけない。それな、本当にアンジュのやばい、やばくないから。アンジュのやばいはやばくない。そう、うん、これ名言。名言名言。アキラ先生の名言入れといて、私。うちらのやばいはやばいみたいな。そう。本当にうちらのやばいやばい。いや、そう。むずいな。でも本当にやばいんですよ。頑張りましょうね。頑張ろう明日。ちょっと本当に明日は。だいぶ前最後の公演だったんですよ。そうですよ。そうよ。救急で私足バカ痛いです。そうやんな、救急やんな今日。なんで救急？ようできたな、前とポジション違うし、もっちゃん。まあもうね、あのやっぱ先輩なんでね。先輩なんで。頼もしいです。先輩なんで。もう七期生様ですからね。もう様の領域に。もう様の領域なので。もうやらせてもらいます。はい。ということでね、皆さん。公演もありがとうございました、ね、ありがとうございました。ぜひ見に来てください、ね、見に来てください。お待ちしてます。バイバイ、ありがとうございました。おやすみりん、ありがとうございます。バイバイ。